8月5日午前10時半ごろ河北省石火葬刑務所の入り口で武器を持った暴漢による殺傷事件が発生し3人が被害を受けたそのうちの2人は病院に運ばれて応急処置を受けたが死亡した2人の死亡者はいずれも石火葬刑務所の刑務官だった容疑者の要は逮捕されたある市民は要刑事件の再来だ要による美しい復讐事件だと漏らした 実態はまだ検証されていない。ある映像には刑務服を着た男性が道端に倒れ、事件現場から走り去る二人の男性が映し出されていた。そのうちの一人は電話をかけながら走っている。別の映像によると、石化荘刑務所の入り口で刑務服を着た人が倒れている。体の周辺には血痕が広がっており、通行人が立ち止まって見ていた。 刑務服を着た男性がうつ伏せになり首から血を流している映像もあった。報道によると死亡した二人はいずれも石火僧刑務所の正規刑務官だった。最近の中国大陸では武器所持による傷害事件が頻発しており物議を醸している。ある人は加害者は刑務官から虐待を受けその復讐のためにナイフで二人の刑務官を殺害し一人に傷を負わせたと話している。 犯人のようはすでに逮捕されている。刑務官に死傷者が出てこんなに迅速に容疑者を逮捕し結果を出したのに、東山焼肉レストラン暴行事件はこんなに長くかかってまだ決着がついていないという市民もいる。中国共産党の警察組織が民間人に対して暴力的な法執行を行うことで、ますます国民の深刻な不満を引き起こしているという分析もある。 数日前東刊市消防と陳峰新渓谷の事業主は駐車料金をめぐる権利を守るとして警察当局に容赦なく取締りを受けている映像がネット上に流出した映像では大勢の人が大声で抗議している様子が映し出されている盾で武装した大勢の警察官がデモ隊を激しく追い立てているじゃあ、逃げたら、来た。 中国共産党はペロシ氏の台湾訪問を見余り深刻な外交的失敗を喫したが、人民への弾圧には手を緩めなかった。そのため官民対立が激化したという見方もある。西洋人を支配できないのに自国民を支配できるでしょうかと皮肉る人もいた。